6500にこの18105うんもう切っても切り離せないこのコンビネーションはいで望遠でテレタンの方にずっとこう伸ばしていくとさまあ言ったら 105mm じゃないですか望遠タンはでフルサイズ換算で 157.5mm が結構望遠なんですよね でジンバルで使うとさ例えばこんなこんな早く動かすとさ早すぎちゃってビュンビュンって動くんだよねめちゃくちゃ寄ってるからだけど、まあ、そこはほらこうやってガーッとスピードを落としてほらこれぐらいのスピードだったらさこれぐらいのスピードだったらさ換算157.5でも全然これちょうどいいぐらいなんですよでこれでうまいこと手技でこう旋回していくんだね 前回はい今ね初めてねはいあーいやまあそれ言うんだったらこれでも F4 だからねヒカルさん使ってるのはこれ1018でしょ超広角ですよねで僕はこれ18105だから1018 18105ってことでちょうどうまいことリレーできてるからズームだけでボケはいらないっていうんだったら1018とよいしょ18105これとこれを持っときゃいいのねただそれだけだとさちょっと味気ないしまあちょっとボケも欲しいよねってことでこの 35mm の F1.8 うんこれを追加するともう完璧 もちろん50とか85の選択肢もあるけど、ジンバルとかで、まあその8 5ミリをオペレーションするのは結構難しいから。ああそれいいかもしれないね。そっちの方向性いいかもしれないけど、ただ、OSS のね、存在価値って結構大きいから、この、うん、この保持力。保持力。この保持力。これぐらいの保持力って、トラベラーで、 パイロットフライトラベラーで僕が最適化ライトってやつで提供してるんだけどそれでやったやつより若干強い。うん。で高学手ぶれ補正がついてるからであのアドベンチャーみたいにガッチガチじゃないんだけどアドベンチャーほんとガチガチだからそれに比べると若干落ちるんだけどでも変なあの微振動が出るとかそういうのもないしうん。 でパイロットフライトラベラーにこの18105っていうのを乗せると何でしょうこの OSS がいいのかボディー手ぶれがいいのかまあ両方の相乗効果か分かんないけどものすごくね安定してるんですよね過去の僕の動画見てもらったら分かるけど超安定してるんですよでトラベラーのいいところはあんなにコンパクトでこれがまあギリギリ乗って でカメラコントロールケーブルをつなげばレックできるズームできるっていうのがいいところなんですよでこのモザイアクロス2についてはズームができないこの便利ズームのズームができないからどうするかっていうと、まあ、こっち側はモーター隠れてないからこの右手を使ってでこれでこうやってやるはいでレックは別にできるんだけどまあねでもねジンバル使ってる人ってねあんまりねその このグリップ側でレッグボタンっていうことにそんなにこだわってないんだよね。うん。ジンバルに慣れた人ってね、あんまりそこどうでもいい感じなんですよ。僕の知り合いとか見てると。まあ、ただ、これ、コントロールケーブルつなげば、レックボタンとか普通にできます。はい。だから、ジンバルでスタ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 ーってある程度安定してからポチってね、手元でポチってできるから、ここポチってやるよりはいいよね。はい、そこあります。で、今回ね、これ、 スモールリグのケージ。ああ、はいはい、ありがとうございます。スモールリグの、ね、ケージっていうのを身にまとって、で、レンズの高さと、このカメラのレベルっていうのをしっかりね、合わせました。合わせ込みました。なので、まあ、かっこいい、はい、感じです。で、1018、こいつもちょっと乗っけてみようか。 一旦モーターオフにしてうんはいそうですね 52, 52ですねはいうん換算 50mm のねあまあ確かにそうだね室内で撮ろうと思うとね 50mm はねちょっと しんどいですよだからまあ僕的には野外でね作品を撮るとかそういう用途ではいいでしょうけどねはい、はい、1018のコンパクトレンズ今つけましたヒカルさんも持ってるやつだよねヒカルさん重宝してるでしょはいこれつけてバランス合わせるやっぱりバランス狂うね1 8 1 0とはさ だいぶバランス違うんでね合わせてみるよはい2点合わせた今度ロールが狂ったからロール合わせるね外で野外でねさささっとやっぱりほら合わせをしなくちゃいけないからレンズ交換の時にね はいで最後用モーターおうでここ結構やり忘れる人多いよねあ,あないですねうんないないトラベラーはあれコンパクトだからまあそこはちょっとしゃあないかなっていうところはあるんだよねああ全然はい 振動も異音もなく、めちゃくちゃ、はい、いきなりいい感じですね。ただ、汎用設定でいける。はい、じゃあ、ちょっと保持力見てみようか。これ、もうヒカルさんも同じ設定、同じやつだからね。ああ、やっぱりね、ここの長さがない分だけ、すごくがっちり、あもう十分な保持力ですね。はい、十分な保持力。あとは、このカメラワークの、 これの技量だよね <laughs> これの技量これがまだ僕下手くそだからうんでもねこれさあのまあパイロットフライはそこら辺がすごく綺麗なんだけどこのモザイククロス2はねまだちょっと僕 <laughs> まあ使い込んでいかないと分かんない部分があってうん例えばこれ今ティルトだけ ティルトだけフォローにしてで、はい、左右にはいかないっていうモードにしましたロールもいかないこれだけでちょっと動き速いなって思ったらこのスピードコロコロコロって変えていく、はい、5まで落としたで横スライダーしながら、まあ、先日もちょっとね自分のメインでやったんだけどはいあーインスタねそうですねでこうやって構えといて ぐーっとやりながらこう動かしていくカメラは下に下がっていきつつグッとこう下下げながらこう横にスライドさせていくみたいなこうこうちょっと微妙なパッと見よくわかんないんだけどでも後から映像で見たらあ明らかに効いてるなっていう、うん、チルトの動きモーションが効いてるなっていうさそういうのをやるのもこれボタン一押しでできるし、うん、すぐこれ全部オールロックにもできるしね、はい、全部オールロックっていうのが録画中にできちゃう。 で、録画中にまたこうやってフォローに戻すこともできて、その辺がすごくいいですね。その辺がすごくいい。はい。まあ、他にもまだいっぱいいいとこあるんだろうけど、ちょっとね、まだ使い、使い込んでないからわからない。ただね、まあ、今回ちょっとこの α6500、α6500 に 4K24P。 ああそうそうそう,そうこれねいわゆるそのシームレスにってやつねうんだ録画中に徐々に徐々に遅くしていく徐々に徐々に速くしていくってこともできるからそこがすごいよねこれはねちょっとパイロットフライにも見習って次回のね今のやつはもう今のやつでいいんだけど次回出すやつは是非うんねそこやってほしいなって思いますね合戦には合戦でパイロットフライの保持力の強さってすごいんだよとか走ってもぶれないよとか あとまあその動きのねこの動き方挙動がいいよとかねその辺のところはちょっと伝えていきたいうん拙い英語ながらこうやってちょっとずつね伝えていきたいでカメラの設定はね α6500 ってえっと α6400 は違うかな 4K30p になるとクロップされちゃうんですよ 4K30p で撮りたいじゃないですか。でもうこの 4K30 で撮るとクロップされちゃうんですね。だから 4K24p で撮らざるを得ないんだよ。そのクロップしたくないから。クロップするとブレも拡大するから。ああそうなんだ !6400 も 4K30p でクロップされるんですね。1.2倍とかですかね。そうそれがあるからで、それをやるとさ僕やっぱりほらブレも一緒に拡大されるの嫌だから。 だから、α7s2 っていうのは、4K24p だろうが 30p だろうがクロップっていうのがそもそもないから。で、α7s3 ってフルサイズで安いやつあるじゃないですか。あれはちょっとクロップされるんですよ。だから 4K30p でクロップされないカメラって、多分ソニーでは 7s2 だけかな。そこがあるんでね、そこがね、すごく大きなアドバンテージなんですね。 だから α7S2 使う時は必ず 4K30P で取ります。はい。うん。まああとからね、えー、3パ24、80%スローもできるし。うん。まあだけどね、この6500もやっぱ使いたいから僕は。これ買った以上ね、α6500 を僕がこれ何年か前に買ったことによって、 え僕のね、今のあのビデオチャンネルっていうのが結構グーッと伸びたんですよ。チャンネル登録がーっと伸びたんですよ。6,500買ったことで。6,300だったかな ?6,300 買って伸びたんかなうん、多分まあなんせね、このカメラは結構ずーっと使ってるカメラなんで、やっぱ大事にしてやりたいじゃないですか。だからね、4K24P で、まあ、撮ろうと。パラパラだけどね、まあ撮り方はそこはやっぱ工夫じゃないですか。 でえーまあ、撮影に臨もうかなって思ってます。まあ、明日にでもね、ちょっと撮影に行こうかなと思ってるんでね、またご期待くださいということでね、はい。あの、ヒさんも頑張りましょう。うん。大体ね、もうチューニング終わったから、設定終わっ設定も何もね、別に調整とか必要なかった。もうただ、バランス取って、カメラアルフ α6500。これ、トラベラーでも行ける機材なんだよね。 はい、だけどあえてこっちでやってみるっていうところではいちょっと運用しようかなと思ってますはいてなわけで、えー、雑談以上になりますあのチャンネル登録の方もよろしくお願いいたしますはいそんなわけで以上です